遅かったな。いやー、処刑人に引っかかっちゃった。犠牲者約1名。違反者か？違う。言いがかりか。それでもまあ一人で済んだのは良かったというか、なんというか、仏さんには気の毒だがな。えらい時間かかるんですけど、これ以上行動範囲広げたら殺すよ。ったく。はい、これ。おー、悪いな、本に行けるぜ。いっつも口ばっか、よく言うよ。まったく。よし、これでバッチリだ。あ？なんだ、新人か？紹介しろよ。今そのつもりだったの。こっちがアキラで、こっちがケイスケ。どうも。この冴えないおっさんは元美ね。冴えないのは余計だ。よろしくな。しかし、なんだってリンなんかと一緒にいるんだ。うるさくてしょうがないだろう。うるさいってなんだよ。来たばっかだって言うから、親切丁寧に案内してあげてるの。そういうのはありがた迷惑か、おせっかいって言うんだよ。あんただって人のこと言えないでしょ。おせっかい焼くの大好きなくせに。まあな。その写真は？なあ、これか。仕事でな、ちょいと使うんだよ。リンに頼んでたんだ。うん、そうさ。ちょいとここいらのことには詳しい、俺は。情報屋だってさ、うさんくさいってあれありゃしないよね。情報屋。まあ、いろんな情報を仕入れて、それをネタに飯食ってるってとこだな。
情報屋ってことはイグラには参加してないのか。ああ、情報屋が殺し合っちゃ商売にならんだろ。それに俺は痛いのは嫌いだ。豊島に住んでるのか。え、あ、まあ今のところはな、永住ってわけじゃない。リンって写真撮るのか。情報屋がネタに使う写真なんて結構重要なんじゃないのか。ああ、うん、別にプロとかはそんなんじゃないけどね。下手の横好きっつうか、趣味で撮りまくってる感じかな。撮りまくり。アキラも一枚どう？いや、お、いいね。おいちゃんと一緒に写るか。写真は好きじゃない。その変なおっさんと一緒に写るのが嫌なんでしょ。おっさん邪魔邪魔。んなこと一言も言ってねえだろなあ、アキラ。アキラ撮るから笑ってよ。キラゲット。お前さんたち何か飲むか。でもここには大したものは置いてないけどね。
あれは。ん？ここじゃ当たり前のように出回ってるリキッドタイプの栄養剤のようなもんだ。一瓶飲めば神経が高ぶり疲労感がなくなるらしい。さらには体が軽く感じられ力が湧いてくるような気分になるって聞くけどな。特別他のものと何かが違うってことはないのか。気分になるだけだったらね、同じなんだけどね。ラインは他のものとは決定的に違う部分がある。気分だけでなく本当に肉体能力と精神力が増幅されちまうらしいぞ。実際に強くなるってことか。なあ、当然一時的なものではあるんだよね。それに依存性が高い、副作用も強くて。だがイグラの禁止事項にドーピングなんてない。参加する奴らにとっちゃ使わない手はないんだろうね。使用方法を間違えると死に至る危険な薬だ。うまく使いこなしてるやつもいるが、素人が手を出すと取り返しのつかないことになる。おすすめはしねえな。使い方なんてあるのか。ある。主に摂取量で変わるらしいな。たくさん摂取すりゃ効果も強いな。体になじまんと苦しむことになる。ひどい時はあの勇気だ。つうか、産んだもん使わなくたって強いやつは強いし、ダメなやつはダメなんだっつの。俺は絶対使わないもんね。何が原料なんだろうね。もともと液体らしいぞ。原料はじゃあ、ま、俺には関係ないけどさ。なんか飲み物取ってこよう。アキラたちはなんか飲む？俺は何でも。ビール。アキラは？いい。はいよっと。
お前さんはイグラには参加しないのか。え、ああ、いや。まだ迷い中ってとこか。どっから来たんだ、二人は。CFC だ。おお、CFC っていや、ブラスター発祥の地だな。寄ってたのか。ああ。ブラスター。ガキの遊びだな。イグラとはまるで違う。ブラスターの延長のつもりで参加すると泣きを見ることになる。まあお前さん、アキラだったか。もう参加してるようだが、目当てはイルレの地位と名誉か。いや、アキタだけだ。参加しちまったもんはもう止めようがないがな。リタイアはできん。あとは死ぬか勝ち上がるしかない。ろくな覚悟もせんで泣きながら死んでいったやつを大勢見てきたよ。脅してるのか。ね、はあ、でもある意味そうなるかもな。でっかい戦争があったせいで麻痺しちまったのか。最近はスリルだなんだって深く考えずに死に急ぐやつが多すぎて。所詮は赤の他人だから関係ないんだが、覚悟を決めて飛び込んできたならまだしも、死にたくないって言いながら死んでいくのを見るのは忍びないからな。説教臭くなっちまって。とにかく参加するからにはそれなりの覚悟を決めろってこった。運が悪けりゃここ出て3秒後には襲われて殺されるかもしれないんだからな。そっちのお前さんも別に止めはしないから、悩んでるならもうちょっとよく考えておけよ。生半可な気持ちで参加すると必ず後悔する。もう決めてる。参加するって。ずいぶん思い詰めた顔してるが、何か譲れない理由でもあるのか。ある。少なくとも。イルレの地位と名誉じゃなさそうな。俺は守りたいものがあるから、そのために参加する。守りたい、
何を守りたい？物か人か、それとも自分自身か。守りたいって気持ちは大事だ。だが、独りよがりになったら意味がないぞ。押し付けるだけじゃダメだ。それはただの意地でしかないんだ。相手も自分も望んで初めて守る守られるの関係ってのが生まれてくる。それが成り立ってなきゃ、一人で気張っても何も守れないよ。ばかりの俺が口を挟むのもなんだしな。とにかく腹だけはきっちりくくっとけってことだ。お待たせ。おお、遅かったな。バーテンのお兄さんと意気投合して話し込んじゃったよ。どうしたの？なんか深刻な顔してたじゃん。ああ、ケアスケがな、イグラに参加するつもりだっつうから、おいちゃんがいろいろと忠告してやってたんだ。え、あ、そうなの？やっぱ参加する気になったんだ。うん。おっさんに口うるさく説教くらったんでしょ。そういうのがおせっかいだって言うんだよね。お前に言われたくないよ。と日光連の日本統一問題の深みにはまってきてるからな。内戦が始まるのもそう遠くはないはずだ。そうしたらリスキオは雲隠れするかもしれんが、イグラはまず間違いなく終わるだろうよ。まあね。別に今が楽しけりゃいいじゃん。ほんのちょっとでも夢見させてもらわないとさ、やってけないよこんなご時世。まあ一理あるがな、いつ死んでも悔いは残さないようにしとかんとな。そうそう、一気で忘れてた。
人と会う約束があったんだった。俺はそろそろ行くぞ。はいはい、まったね。俺は夜はよくここにいるから、何か調べたいことや探し物があったら引き受けるぜ。相応の報酬はきっちりいただくけどな。うさんくさいおっさんだけど、悪いやつじゃないからさ、多分。確かにうさんくさくはあったかな。ここじゃね、人を信じる気持ちは 70% ぐらいにしといた方がいいよ。平気な顔で嘘つく悪党とかゴロゴロいるからさ。でそんなのここじゃなくてもどこでも一緒か。
大丈夫か？うん、腹減ったかも。グリーンカレー味がある。アキラはどれにするの？何でもいい。でもさ、いつもオムライス味食べてない？たまたまだろ。結構長い付き合いなのに、俺アキラの好みとか趣味ってあんまり知らなかったりするんだよな。今のはなんか新しい発見って感じだった。他人の好みとかどうでもいいだろう。そうでもないよ。
だ背中がついてねえぜ。よう。イグラに参加するってんなら今日は多分ここに来るだろうと思ってな。用事のついでに立ち寄ったんだが、ナイスタイミングだったな。ずいぶんヘビースモーカーだな、あんた。なあ。これから中に入るんだろ。俺もついてっていいか。何か用があるのか。え、あの悪趣味っぷりを久々に拝みたくてな。正直、ちょっと心強いです。そう言ってもらえると来た甲斐があるね。とりあえず中入らないが、さっきから警備員がおっかない目で睨んでるぜ。
ああ、登録者はそれつけるんだったっけな。まあ、なんていうか、あいつらしいけどな。あいつ？アルビトロさんだ。趣味が悪すぎるんだよ、ここは。禁煙だし。参加するって決めたんだろ。決めたからには行ってこい。君は昨日も来てくれた。お前久しぶりだな。何の用だ。見回りだよ。じゃないと何するか分からんから。お前は余計なお世話だ。それにしても悪趣味ぶりは何も変わらず健在だな。ここまで来るといっそ惚れ惚れするぜ。うるさい。お前に私の美意識を迫害する権利などない。権利があろうとなかろうとなかろうと関係ない。お前の指図は受けないぞ。もう二度とここへは来るな。汚れる。お前が用いてなしな。失礼する。
知り合いなのか。うん、まあちょっとね。お前さんも気ぃつけた方がいいかもな。ちょいと気になってるみたいだからな。気になってる？処刑人に会ったんなら見たんじゃないのか、犬を。あいつは好みの人間をそばに置きたがるんだよ。あいつなりの方法で。そういや、あの扉の向こうに何があるか知ってるか？